トーマス・シャーフはドイツマンハイム出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、ブンデスリーガ・ベルダー・ブレーメンの暫定監督を務めている。1972年に、ベルダー・ブレーメンに入団して、以来、同クラブ一筋で17年間プレーした。1978年にトップチームに昇格し、1995年まで、長年にわたり選手として活躍した。 引退までに281試合に出場し、14得点を挙げた。指導者としては、プレイングマネージャーとして、ベルダーブレーメンのユース監督を8年間、選手引退後はリザーブであるベルダーブレーメン2の監督を4年間指導した。1999年にトップチームの監督に昇格し、就任直後に DFB ポカールを制覇。2003から04シーズンは、 リーグ優勝するなど、複数のタイトルを獲得している。2013年に優待し、14年間式を取った。2014年7月、アイントラハとフランクフルトの監督に就任。リーグ9位の成績で終わるが、フロントと対立し、辞任を表明した。翌2015年末、成績不振だったハノーファー96の監督に、途中就任。しかしチームを立て直せず、 翌年4月、シーズン終了を待たずに解任された。2018年7月、ベルダーブレーメンのテクニカルディレクターに就任。2014年11月、東京スポーツレクリエーション専門学校と顧問契約を結び来日。講演や指導研修会を実施した。選手時代監督時代。ありがとうございます。